仕分けをしてもらうんですが、仕分ける前にいくつ物品があるかっていう管理表を書いていただくんですけど、誰かちょっと書けるよっていう方。はい、はい、仕分け表書ける。本当に綺麗な誰の表現ですね。虫が4つあるのであと2人かける。4組少な。千葉君もう1人いいんだって。今、こういう食料とか、救援物資が、避難所防災拠点に届けられましたっていう設定で、で本当は玄関のところに車で救援物資が届いて、それをここまで運んできました。で運んできたら何をしないといけないか分かりますか？数をそう数えないといけないです。いくつ、ここに物資があるのかっていうのがわからないと、配った時に、誰にどれくらい配ったのか、配った結果、どれくらい残っていて、避難者が何人いるから、物資が何がどれくらい足りないのかっていうのがわかるように数を確認するっていう作業を、拠点では、防災拠点ではやっています。 24×17 あれ高いで。スーパーでこの、ね、ビニール袋を開くと見たくなんもない。予約だったらカレーのまま。頼もしそうだよね。そうです、楽しい。やっぱりね、若い力が必要ですよ、こういうあの防災は。私らよりも若い力が必要ですよ。そう、僕らだよね。だいたい動きが違うし、ね、もうやりますとかってさ、もう見てるだけでも元気になりそう、動きがね。そう、ただ逆に上で見てるとね、こう指示を出さないと子供たち、普段こういう訓練をやってないから。学校での避難訓練をやってるけど、防災拠点の訓練やってないから指示はしなきゃいけないしね。だから皆さんが指示をする練習をしなきゃいけないと思う。体動かないようにして指示して、いやいやそれ大事なのよ。大事だよ。指示をして、それから報告を受けて判断してまた指示するっていうのが皆さんの役割で、あの子供の一緒に走れっていう話じゃないのよ。転んだらおしまいだからね。だからその分担をもっとはっきり意識する必要があるなっていうのは実感しましたね。うん、あの普段の訓練いつも時々拝見してると、皆さんが自分たちで一生懸命やるじゃないですか。まあリーダーは一人いても、だから一生懸命やってるっていうのと、こう見ながら指示を出すっていうのはちょっと違う話なので、まああの子供を育てた皆さんの経験を生かしてですね。はい、またこれ繰り返したいですよね。はい、そうですよね。ですよね。